セボガのいいとこってこう一筆ごとにね色が変わっていくんですよ、彫刻によって。それがね魅力ですよね。クラーン。はい、毎度起こしやすつららん、本日はですねもみじの描き方をちょっとレクチャーしてみたいと思います。どうなんでしょうね、錦繍の美とか言ってね日本では言われますけど、今はねちょうど真っ赤なもみじが見えて綺麗なんじゃないでしょうか。でもみじってね結構形は簡単で描き方さえ覚えてしまえば誰でも描けるものなので、今回この動画を参考に、ちょっとねお手紙の端に添えたりなんかしてね描いてみてもらいたいと思います。でもみじっていうとねこう赤子のねぶっ細工な手やなこれ僕の手のひらなんですが、赤子の手のひらを開いたような、形をしています。割と形としては単純だと思います。で今日はねもういきなり描きましょう。もうねいつもほんまにね前置きが長いんですよで水墨画の世界では筆に濃淡を整えることを彫墨というんですが、今回もみじのね描き方形を特に優先して覚えてもらいたいので、1回目はね彫墨をせずに淡墨薄墨だけを含ませた筆で形を描いてみたいと思います。筆はねこのここをハラというんですが、ハラがちょっと太めのやつを用意してください。噛んだ。じゃあもみじがこうなってるね形をちょっと描いてみたいと思います。ちゃんと筆先を整えてですね、まず最初に真ん中のところを細いところから入ってゆっくり筆を落としてって抜きます。まあちょうどなんていうんですかね、笹の葉よりはちょっとでっぷりした感じの短めのストロークっていう感じですかね。はい、次はまあどっちでもいいですが、左右どちらかに少し低めの刀身を取って先と同じようなストロークを重ねます。よいしょ。はい、またこっち戻って同じようにストロークを重ねる。ここね、この部分で腹をちょっと寝かせ気味にして幅を稼ぐことがポイントですね。ちょうどこうね円に頂点がそれぞれ集まる形で描いていくと綺麗に収まると思います。よいしょよいしょね、わかりました。でここがポイントなんですけど、このように1,2,3,4,5 と描けたら、最後このお尻の部分さっきと同じように描いてしまうと手裏剣みたいなね変な形になってしまうので、本当にちょっと短めのちょんこう可愛らしいお尻の方にねちょんと添えてあげるとおみじっぽいじゃないですか。これどうですか。あとは絵の部分と葉脈ですよね。絵っていうのはちょっとこう木からプラーンと下がってる棒みたいなとこですね。これをお尻の方からちょっとためを作ってスーッと抜く感じでこちらへ行ってあげる。そうするともみじっぽいですね、かなり。あとまあ葉脈はね、本当にベタッと描いてしまうと不自然になるので、さらっと細い線でね面相筆の穂先を使ってシュッシュッとこう、まあ、あるかないかぐらいの感じでね示唆するぐらいに留めておくといいかと思います。はい、どうでしょうか。これが基本のもみじの描き方です。結構ね見てもらうと簡単だったと思います。でもですねこれ淡墨で描いただけなので、ちょっとね黄色から赤にこう徐々にグラデーションで移り変わっていくような鮮やかさがまだ表せてないですよね。これを次彫墨、墨を整えながら筆の中でグラデーションを作って描いてみたいと思います。これがね先ほど描いた何にも彫墨をしなかったもみじです。さあ次は彫墨をしてみたいと思います。まず最初にですね、先ほどと同じように筆全体にこのように薄墨淡墨を含ませます。で適度に水は切っておきます。で次なんですが、この吸ったすずりの濃い墨がありますよね、濃墨、これ一番濃い墨です。ここに筆の穂先をちょんとつけます。で離す。でこの墨つけた側を上に向けて、わかりますかね、今これ今すずりの濃い墨を取った方が上になってます。これでね
あの、もみじを先ほどと同じような書き方で書いていきます。よいしょ。わかりますかね？ちょっと濃淡がついてるのわかりますかね？よいしょ。ね、さっきより濃淡がすごくついて、なんかこう、ほら、黄色から赤に移り変わってってるようなね、グラデーションがこの筆跡から感じられると思います。で、先ほど書いた筆に、今度はまた淡墨を穂先に含ませてみたりします。そうすると、またこう違ったグラデーションがね、現れるんですよね。はい、どうですかね。今まで書いてきた方法なんか、これ全部すべて違う方法で書いてみたんですが、ちょっとね、ニュアンス違いますよね。こういうね、表情に富んだバラエティ豊かな書き方ができればですね、この画面の中でも、その、表情に富んだ、演出ができるということですね。これが水墨での、もみじの書き方です。水墨画もね、渋くてとてもいいものなのですが、やっぱり色をつけたいじゃないですか。なんかね、こう綺麗な。そういう時は墨彩画という方法でね、描いてみたいと思います。これ使おうかな。これね、セリアさんでね、売ってた100均の和の色、発色セット水彩絵の具なんですけどね。ちょっと開封します。僕これ初めて使うんですけどね。なんか全然開かへんがな。じゃん。おー、あ、こんな感じなんや。これなんかテンション上がるね、これ。すごい綺麗。じゃあ今度はね、この水彩絵の具3色を使って、色のついたもみじの表現をしてみたいと思います。とりあえずちょっと、ね、キツネを出しました。浅緑。うおー、怖い。でね、今度はこの筆の中で微妙なグラデーションの違いをね、出していきたいと思います。とりあえずね、ちょっと緑を、含ませたいと思います。あのもみじって先に行くほど紅葉してるっていうか、先っちょに行くほど黄色から赤になってってるので、元の方に緑が来るように緑を先に含ませます。キツネって書いてあったんですけど、これを筆の中ほどぐらいまで含ませます。この赤ね、赤を筆の上の方だけにつけます。これはさっきみたいに混ぜないで、上の方だけ。上っていうか、その片側だけにつけて、これを上に向けて書きます。そうすることでね、縁取りが生まれるんですよね。書き方は先ほどと同じです。よいしょ。よし。でね、水墨画のいいとこってね、その、ちょっと粘りがあるな、これ。まあいいか。水墨画のいいとこって、こう、一筆ごとにね、色が変わっていくんですよ、彫刻によって。それがね、魅力ですよね。よいしょ。ね。よし。はい、お分かりでしょうかね。ちょっとね、黄色があんま出てない気がしますけど、ちょっとこの絵の具、意外と粘り気があって、ちょっと難しかったんですけど、こうね、先端に向かって赤が徐々に強まってってるグラデーションが、何もしていないにもかかわらず、描いただけで出ましたよね。これがね、彫刻の効果なんですよね。スッスッと描くぐらいに留めておきますね。はい、もみじが完成しましたね。やっぱりこう色がつくとね、よりもみじっぽくなりますよね。じゃあ今度はね、先ほど描いた方法を使って、もみじの一枝を描いてみたいと思います。こう向こう側へ行ったりね。描き方はね、先ほどと一緒です。でもね、もみじが下向いてるので、さっきとは違う、運筆になりますね。こうね、5回のストロークがうまーくね、真ん中で合わさるように、訓練はしないといけないかもしれないですね。で、こう徐々にね、彫刻したやつが薄くなっていくんですが、これを利用してね、薄くなってきたぐらいの時に、この後ろにあるもみじとかを描くと、
あの遠近感がつくんですね、勝手に。ちょっとね、枝にアクセントをつけて、はい、完成しました。いかがでしょうかね。まあちょっとね、即席でね描いてみたのですが、もうちょっとね、この絵の具にねサラサラ感があればもっとグラデーションになったと思うんですが、ちょっとねミステイクでした。この輪の色はあまり和紙には向かなかったですね。こうやってね、あのこんな一枝をバッチリ描かなくても、もみじ 2,3 枚をね、あの画線紙のハガキとかって今100均でも売ってるので、それにね今の描き方でもみじを 1,2 枚添えてね、あのハガキとかお友達とか大切な方に送ってみるってね、すごく粋やと思います。では今回すぐ足になってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやすー。